おはようございます。やんちゃです。2022年11月14日月曜日の朝です。タイマー18分。はい、いいですかね。18分のタイマーを作成しました。作成しましたか。はい、フラッグほい、やりますか。よっこいせ。タイマー2分。2分のタイマーを作成しました。はい、お願いしますと。今日の天気はなんか、今日出かけないからあんま天気気にしてもしょうがねえな。でもまあ降らないですよね。また来週の日曜日降るんだ。それまで晴れみたいですね。なるほど。さて、ニュース、今日の朝刊はと、あ、休刊日だ。なんだ、じゃあ昨日の朝刊から、昨日1ページ目しか見てないからな。あ、2ページ目まで見てたわ。3ページ目も見るか。FXT 破綻、世界に連鎖も、暗号通貨、仮想通貨または暗号資産か、暗号資産関連やばいですね。暗号資産がどうこうっていうより、暗号資産をリアルのお金とコンバートする部分がやばいっすよね。やっぱそうなんですよね。はあ、これがね、リアルマネーと全く関係なく流通してればね、こんなことも起こらないんですけど、そうもいかないんですよね。はあ、今後どうなることやら。ぐおー、痛い、もう腹筋が7、6、5、4、3、2、1、0。あー、なんか鍛えられてんのかな、わからないけど、それでもやるしかない。よいしょ。ほ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ほい、やれやれ。よいしょ。はあ、やっぱローソンの街カフェは最高だな。なんか飲む前から味が予想できるっていうのがいいですね。安心する。今日は微妙な天気だな。今この辺りはめちゃくちゃ、なんていうんですか、いい感じの雲がまばらで、青空も見えていていい天気ですけど、西の方は結構暗雲が立ち込めているというか、曇りですね。だから富士山も見えませんね。だからスカイツリーはよく見えるけど、スカイツリーの後ろ側が雲で覆われていて面白いですね。これだけ曇ってるとスカイツリーも見えなかったりするわけですけど、この一帯は全部晴れてるから、その天気の境目がよく分かって面白いですね。はい、
いい景色だな。なんか島根県行ってきましたけど、松江市とかね、出雲市とか、まあ景色良かったですが、まあ別に家の屋上からの景色もそんなに悪くはないですね。月曜か。一昨日島根から帰ってきたんですけど、昨日じゃあ丸一日休憩する日にするかどうかっていうのをちょっと迷ったんですけど、まあ毎週やってることだしなと思って散歩に行ってきました。で、今回行ってきたのは船橋市船橋の、なんだろうあれ、あそこは何なんだろう、忘れちゃった、なんとか公園、なんかなんだろう、潮干狩りとかできんのかな、わかんないですけど、あの人が入れる海岸、砂浜がある公園が船橋にあって、そこに行ってきました。はい。で、なんかどういう感じだったのか様子を動画で撮ってきたのでちょっと見せますね。どれだったかな、これかな、はい、よいしょ。ちょっと待ってね、はい、かな、3、2、1、ほい、こういう感じのとこ、もう完全になんか市街地って感じですけど、もう海に面してます。はい、なんかすごいスクラップが積んであるとこある。なんか器の上を越えちゃってて大丈夫かなって思うんですけどね。で、海なので船も走ってますと。はい、こんな感じのとこで、ここはなんかその公園の中心にあるなんか休憩スペースみたいな建物で、その屋上に展望台がついてるんですね。で、そこから降りて海岸の方に向かったところです、これは。で、なんかいろいろ注意事項があるみたいですね。はい、あとその赤エイ赤エイとかいう危ない生物がいるらしいから気をつけろって。はあ。で、ここはもう砂浜にザッて行って入ったとこですね。いやー、いいですね。東京湾でなんかこういう風になってるところってあんまりなくて、足の知る限りあとはお台場海浜公園ぐらいですか。いいですよ、鳥がめちゃくちゃいっぱいいて何かを食べてましたね。そんな食べるもんいっぱいあるって思うんですけど、微妙に雨が降っててね、ちょっとこの後土砂降りになるようだったらやべえなと思ってたんですけど、幸いすぐに止んでよかったですね。なんかフナムシいた。これフナムシですよね。で、なんかここはすごい桟橋みたいになってるんだけど、別に船が止まるとかいうわけじゃなくて、なんか人が入ってきて海の広さを感じることができるエリアですか。これなかなか良かったですね。怖いけど、なんか注意みたいなやつがね、こう結構夕焼けが綺麗でしたね。雨が降るぐらい曇ってはいるんですけど、その西の方はねちょっと晴れ間ができてて、なんかこの突き出たところにいると波をすごく感じることができて、それが良かったですね。お、いいですね。わかりますか、スロー&クイック。やっぱ波って動きが速いので、スローモーションで撮るとなんかいいですね、良さがある。で、こっからわしはそのスローモーション、ここはスローモーション撮るのにいいところだなっていうことに気づいたので、しばらくスローモーションばっかり撮ってるね。この岸壁に当たる波がね、いい感じですよ。はい、
なんかこうなってくると今これ5倍速っていうか5分の1倍速のスローモーションで撮ってるんですけど、さらに遅くしたいよねっていう欲が出てくるけど、そのためにはあれなんですよね、ビデオスピードクラス V90 のメモリーカードが必要。うまい商売ですね。今度なんだっけ、サイバーマンデーだかなんだか、あのアマゾンの安くなる時期が来るらしいから、そこでちょっと物色したいですね。うん、この防波堤の向こう側とこっち側で全然波の様子が違うのがわかると思うんですけど、これ面白かったですね。はい、いや海を撮るのはスローモーションに限るなって昨日学びました。スローモーションね、音さえいらないんだったらすごくよくて、なんかね普通のスピードがいいなと思ったら後から編集で詰めればいいだけだもんね。あと何がいいって、スローモーションは撮ってる時間が5秒でも25秒分撮れるから、それもいいですよね。なんかずっとその場に留まれないっていう時も結構長い尺の素材が撮れるっていう良さがある。これはわしがカメラの撮影をオフにするのを忘れてなんかブラブラしてたところが撮れてたんだけど、なんか計らずもいい感じになっていたから、そのまま採用した素材です。こういうのをなんか意図的にできるといいんでしょうけどね、これなんか偶然にしてはなかなかいい感じになったなと思ってて、しかもスローモーションモードのままだからね、なんていうんですか、この見てください、この柵のパイプから滴り落ちる水滴がゆっくりになっているから、こう地面まで落ちた時の波紋の広がり方がゆっくりと、わかりますか。そして波、これがねなかなかいいじゃんって思ったので、はい、ここに思い出として入れておきました。はあ、なんかここもうその最初に行った桟橋とは別の桟橋なんですけど、この別の桟橋にはなんか釣り少年みたいなのが6人ぐらいいて、なんか盛り上がってましたね。ほとんど人が来なそうなところだから、まあ、子供がたむろするのには楽しいでしょうね。はい、ここなかなか良かったですね。なんでここに行こうかなと思ったんだったか忘れましたけど、うん、いや本当に何だろう、適当に海に行きたいなと思って、なんか東京湾の海岸線をポチポチ探してたら公園、なるほどこんなとこに公園あったんだと思って、はい、でなんか地味に行きやすかったですね、行き方が。環七で亀有の方まで行って、亀有から国道6号線で左に曲がって、でさらに、さらに東の方へ行って、でそうするとあのなんだっけ、外環道っていう、まあ、高速道路があるんですけど、高速道路に並走してなんか下道なんだけど高速道路っぽいスペックで整われている整えられているあの道路があって、そこがね信号も少ないし、なんか道路は高速道路みたいにめっちゃ平らだし、道路が平らなのは当たり前だとは思うんですけど、いやそうでもないんですよね。世の中の道路は全部が全部平らかと思うとそうでもないんで、でそれをまっすぐ行くともうなんか船橋とかすぐ着いちゃいますね。あれいいですね。いやただなんかそのなんとか公園の周りは
なんか海運と連携する倉庫がいっぱいあるんだかなんだか知らないですけど、めっちゃたくさんあれがどれだ、トラックがいっぱい通るからかなんなのか知らないですけど、アスファルトがあのトラックの重みで変形しちゃってて、なんか轍ちができてるみたいな道路でしたね。結構怖いですよ、ああいうなんか湾岸道路とかもそうですけど、となんかその超重いトラックが日常的にバンバン通る道路って、なんかアスファルトがそのトラックのタイヤの形にくぼんでるから、バイクだとそのタイヤが取られてうおってなる結構気をつけないと、うん、ダメですね。はあ、まあ昨日なんかその一昨日乗ったハンターカブとの対比で、そのスクーターに乗ったら違いがよくわかるみたいな話したと思うんですけど、まあそれがその何ですか、その辺のコンビニにちょっとコーヒーを買いに行くだけじゃなくて、あの船橋まで行って帰ってきたので、やっぱり違いがよくわかりましたけど、やっぱり原付2種のスクーターっていいですね、うん、やっぱなんだろうな、もう10年以上前に買ったやつですけど、私のチョイスは正しかったなっていうか、日常使いするのには本当に最高だなって思いました。はあ、なんだろうな、いやハンター面白さで言ったらハンターカブですね、断然。その例えば二輪の免許を取ったばっかりですみたいな人が乗るのには最高だと思います。その二輪の魅力をこうフルで感じることができる、うん、なんだけど、まあもういいかなってなった人はスクーターいいですねなんだろうもうそういう感じのは、まあ日常的にはいいかなって思った人はやっぱスクーターいいですね。はあ、どうなんだろう、でもなんか言うて日常って言っても毎日乗るわけじゃなくて、言うて週1じゃないですか。週に1回だったらもう非日常のツールでもいいんじゃないのっていう気がしないでもないんですけどね。そこが難しいですよね。なんかこういう時によく考えるのが、私は一体あと何回バイクに乗るだろうなっていうのを結構考えることがあって、そのじゃああとまあ仮にそうだな、65歳、70歳、分かった、70歳まで乗るとしましょうか。いやーやめた方がいいかな65ぐらいで終わろうかな。65ぐらいで終わるとすると、じゃああと25年間乗るとして、で週に1回乗ります。じゃあ50回年50回乗るとして、そんな乗らないかな、年40回にしとこうかな。で40回かける25年ですよなんか計算しやすい1000日間乗る、1000回乗ると、でそうだな、1回につき、まあ、3時間2時間乗るとして、1000回2時間、2000時間乗るか。なるほどね。でまあ1時間に20キロ、あれわしな2000時間って言った、2000時間乗るとして、1時間20キロ進むとして、あーでもそうするとあとわしはバイクに4万キロぐらい乗るかもしれないなるほどね、4万キロか。そんなでもないですね、4万キロしか乗らないんだ。
ってなると残る4万キロをどんな車種に乗るかっていうのはなんか分けて考えた方がいい1万キロずつに分けて4車種乗るみたいなイメージがいいかな。ああ、なるほどね。そう考えるとなんか快適さを求めてスクーターばっかり乗ってるのもったいないような気がしてくる言うてね、さっき言った試算も多めに見積もってる気がするので、そんな乗らないかもしれないから、ちょっとじゃあ割り引いて半分にしたら2万キロですもんね。あと人生で2万キロバイクに乗る、どんなバイクに、どこに行くのに2万キロ乗るかはあ、ちなみに一昨日ハンターカブ乗った時はどんぐらいかな、40キロぐらい乗りましたかね。でもガソリン満タンにして返したんですけど、ちょうど1リットルぐらいでしたねいやー燃費、さすがにカブのエンジンは燃費がいいですよね。はあ、はい、まあそんな感じですか船橋ね、船橋なかなかいいところでしたよ、うん、なんか季節ごとに行きたい気がするけど、おそらく夏とかはもっと人がいっぱいいるだろうから、うん、ちょっと外れたシーズンがいいんでしょうね。秋と冬と、まあ、春と夏を抜いて行くといいかもしれない。はい、そんな感じでした。じゃあ今日も頑張りますか、月曜日だし。バイバイ。